一番養分が生まれるチャートのパターンっていうのはもう決まってる。大口はチャートを下に持っていって自分たちが得をした。はい、どうもよーちょろどーす。はい、今回はですね、養分が搾取されるチャートパターン3選をお送りします。もうね、大口が素人に襲いかかる形はこれだと、いうものを厳選して、マイフレンドたちにお送りします。この FX のチャートっていうのは大口が、動かしてるわけなんですけど、大口がやっぱりね、ここでチャートを反転させたいなっていうところで反転させるためにはやっぱりエネルギーが必要なんですよね。まあそこでね、まあよく言われるのがやっぱり個人を損切りさせて、そのエネルギーを使ってチャートを、大口の行きたい方向に行かせるっていうね、まあこういう側面がチャートにあるのは、まあ、やはり事実だなと。なのでマイフレンドたちはこの動画をしっかりチェックして、養分にならないように、しっかり自分を守ってほしいなと思います。で、紹介していく3つの、パターンなんですけど、まず1つ目は、チャートパターンの形崩れですね。そして2つ目はいわゆる全毛ですね。全戻しです。まあ略して全戻って言ったりしますよね。そして最後3つ目に紹介するのが、一番養分が生まれるチャートのパターンっていうのはもう決まってるんで、それをね、紹介します。もう3つ目が一番大事です。3つ目の状態になった時に絶対に養分にならないような行動が取れるかっていうのがポイントです。はい、そしたらまずは1つ目のチャートパターンの形崩れっていう話をしていきたいんですけど、今これ出してるチャートが、ポンドオージーという通貨ペアの冷やしになります。で、見てもらって分かる通り強い下落トレンドになってますよね。ただ、勘のいいマイフレンドたちなら、気づいてると思うんですけど、ここでダブルボトムが出てますよね。で、こういう例えばダブルボトムとか、あとは逆三尊ですね。こういう形、逆三尊ね。あとは三角持ち合いの上抜け、こういった上昇を示唆するような、チャートパターンってありますよね。この形が崩れた時、この形が崩れた時に大口は養分たちを搾取してます。どういうことかというと、このダブルボトムの状態から、このようにして下落してくるパターン、これもよくありますね。さっき見たダブルボトムがここですね。で、こいつの形が崩れたね、ここから買いが入ってきたんで、ここが安値切り上がってますよね。ただこの安値の切り上げ、このトレンドラインをこの陰線でブレイクしてしまった。もうこれによってこのダブルボトムが騙してあることが確定しましたよね。だからこういう時にこのダブルボトムを見て買った人たちはみんな損切りをせざるを得ないわけですね。で、そのエネルギーを使って、大口はチャートを下に持っていって、自分たちが得をしたっていうことになりますね。自分より弱い、資金力がない、養分たちを搾取して。で、これを見たマイフレンドたちは、いや、俺は私はこうなりたくないなと。ね、何か対策はないのかと。いうふうに思ってると思うんですけど、これ実はあります。で、大事なことは、上位足の節目を把握しておくってことなんですね。上位足で引ける大事なライン、水平線かトレンドラインですね、これをしっかり把握しておくってことが大事になります。で、この今話したみたいなこのダブルボトムの騙しなんかがよく起きるパターンっていうのはもう決まってます。それは大事なライン、すなわち節目に対してこのダブルボトムがまだ惜しい、もうちょっと距離があったなっていう場合なんですよ。で、どういうことかっていうと、ちょっと今説明しますね。はい、今このトレンドラインを出したんですけど、この赤いトレンドラインっていうのがすごい重要なんですよね。で、今これ日足を見てるんですけど、一旦ちょっとこれ月足に行きたいと思います。で、こうやって月足を表示した時に、こう引きで見てみると、この、表示した今赤いトレンドラインってめちゃくちゃ重要なラインだっていうことがわかりますよね。だからこれがそもそも事前に見えているのかっていうのがすごい重要なんですよね。で、この月足でこのトレンドラインを把握した上で、もう一回日足に戻ってみると。で、冷やして見てみると、このダブルボトムってだから惜しいんですよね。惜しいんですよ。ここで冷やしでダブルボトムがこうやって出てきたのは確かに強い。ただまだこの大事なラインに対して空間、距離がありますよね。だこういう時っていうのはすごいね、注意が必要。やっぱりこの月足とか週足で引けるラインって強いから、ここまで来たら、ロングしたい、逆張りしたいなってね、多くの人が考えるわけなんですけど、その手前でこういう強い形が出ちゃうと、どうしても機会損失が怖くなっちゃうんですよね。いやー、このダブルボトム乗らないと置いてかれちゃうかなっていう、そういう気持ちになって、どうしてもそこで乗っかっちゃうと、ドンと落とされるんですよね。で、反発するべきところでしっかりこうやって下ヒゲをつけて反発する。で、まあ、その後こういう形で反発していくっていうね。なので、これね、上位足の、まあ、突き足から引いて、突き足、週足、冷やして、上位足、とにかく長期足ですね。その長期足で引けるラインに、一番近いところでね、タッチ、あるいは近いところでできたチャートパターンを信用していくっていうことが重要になります。これを意識するだけで、自分が養分になる場面っていうのが、もうことごとく減っていきます。あと二つね、例を出していきたいんですけど、今さっきはダブルボトムをやったんで、今度は三尊、逆三尊のうちの三尊をやっていきたいなと思います。これ、ゴードラメーカードルの4時間足のチャートを出してるんですけど、4時間足でこのようにして、上昇トレンドの中三尊が出現したと。そうするとセオリー的には売りですよね、当然。まあ、この三尊の左側の山の高値と、右側の山の高値っていうのは大体同じ高さになるので、まあ、ここで売りを狙っていくか、あるいは
サンゾンっていうのは、このようにして下降三角とも捉えることができるので、ここの下降三角のこの下限ですね、ここっていうのがサンゾンでいうネックラインなので、このネックラインを抜けたところで売りを仕掛けていく、まあ、こういったトレードが考えられるわけなんですけど、ただこのようにしてこのサンゾンの形が崩れて上昇していってしまうケースっていうのは当然あるわけなんですね。でこの時考えなきゃいけないのは、まあ、当然さっきのダブルボトムの例のように、上位足、まあ、特に長期足で引ける、大事なラインっていうのが近くにちゃんとあったのかっていうのを考えなきゃいけない。でそれにプラスして、仮にですね、ここに上位足、長期足で引ける大事なラインがあったとします。でそこで、サンゾンなり、まあ、ダブルトップでもいいんですけど、こういう下落を示唆するようなチャートパターンが出てきたと。ただそこでもやっぱり例えばファンダメンタルズが強いね、5ドルアメリカドルの上昇を示唆するようなファンダメンタルズがある、まあ、この時はコロナショックからのドル安トレンドで、もうとにかくドル安が強くで、5ドルアメリカドルは結果的に上昇していったわけなんですけど、そういった強いファンダメンタルズの力が働いて、こういう強力な、チャートパターンも効かない時っていうのは当然あります。だからその時は損切りを絶対にしないといけないです。で損切りをするポイントとしては、下降三角で取られるんだったら、ここの下降三角をもう上抜けた時点で切ってあげる、もしくはサンゾンで捉えてあげる場合は、ちょっと一回消しますね。でここでこのサンゾンを見た場合に、サンゾンの場合ってこっから安値更新していく前提なんで、まあ、ここがネックラインになるわけなんですけど、ここを安値更新していく前提で考えたら、ここが戻り高値になるじゃないですか。だからここをもう抜けていってしまった時点で、ここの高値ですね、ここの高値がここがレジスタンスだったものがもうここでサポート化してますよね。もうこれによって切っていかないといけないです。もうサンゾンの形は崩れて下落トレンドが来る可能性が著しく低くなったと捉えられる段階でもう切っていかなきゃいけない。こうやって強い上昇トレンドが続いた中で、下落を示唆するチャートパターン、三角持ち合いの下抜けとかサンゾンとか、ダブルトップですね、こういったものができたにもかかわらず、その形が崩れてさらに上昇していってしまう、トレンドが続いていってしまうということはあります。でこの時にやっぱ意識しておきたいのは、まあ、さっきも言った通り長期足の、大事なラインというのはもちろんなんですけど、それに加えてファンダメンタルズをちゃんと理解できているかっていうのは、これ非常に重要になります。まあ、これシンプルに考えて、こうやってサンゾンが出てきた時に売ってればもう毎回勝てるんだったら、まあ毎回じゃなくても例えばもう7割8割の確率で勝てるんだったら、これみんな多分仕事やんないで FX やった方が稼げると思うんですよ。でもそんなわけないじゃないですか。そんな都合よくいかない。でこういう強いテクニカル的なそういうチャートパターンが出るときっていうのは、何せ強い売りが入ってるわけですよ。強い売りが入らないとサンゾンってできないし、ダブルトップだってできないし、三角持ち合いも下抜けしないわけですよね、うん、でその売りがことごとく潰されて上昇していってる形なわけですよ、この、チャートっていうのは。一番サンゾンで売りが入ってるのってここですよね。中央の山を作りにいってるこの下落、この下落っていうのが一番キーとなる値動きですよね。でここで売った人間たちがもうこの上昇で損切りになってますよね。だからこれぐらい強い値動きを発生させるものってやっぱり強いファンダメンタルズなんですよね。だからテクニカルだけでチャートを見るのももちろんいいんですけど、自分がもしこのチャートを見て売った時に、それは対極のファンダメンタルズ、大事なファンダメンタルズに対して順張りになるのか逆張りになるのか、これを考えないといけないってことですね。もちろんテクニカルを重視してね、ファンダメンタルズを別に無視する、もう思考から除外するっていうのも別に一つの考え方、一つのトレードスタイル、あり方だと思います。別にそれを否定するわけじゃないです。ただテクニカルオンリーでトレードしました、じゃあこのサンゾンを見て売ったんだったら、やっぱりさっきの言ったようなポイントでしっかり損切りをしていかないといけない。そこで損を切れないと、どんどん傷口が広がって、どんどん大口の養分になっていくだけってことですね。なので養分にならないためにも、まずファンダメンタルズを理解するっていうのはすごく重要な要素、みんな特に初心者の人たちがないがしろにしがちなこと。あとはテクニカルを重視するんであれば、ちゃんと損切りを絶対にすることですね。そしたら3つ目の例えに行きたいんですけど、今度は三角持ち合いでやっていきたいなと思います。でこのようにして、黄色いラインで三角持ち合いが引けてる状態、これ、同じく5ドルアメリカドルの、4時間足を出してます。でこの中で、まあ、この下値支持線ですね、このサポートとなっているこのトレンドライン長いですよね。やっぱこういう三角持ち合いを上に抜けるのか下に抜けるのかってすごい重要なわけですね。でこの三角持ち合いを、こうやってズームしてみると、でズームした中、これがどうなるかっていうのを見ていきましょう。はい、ここで上に抜けてきましたね。お、じゃあこの強い三角持ち合いを上に抜いてきたんだから、じゃあロングだなとね。まあ、しかもこのトレンドラインを見てもね、こっちのレジスタンスよりもね、こっちのレジスタンスより明らかにこっちのサポートの方がさっきも見た通り長いですよね。効いてる期間が長いですよね。こうやってイコールそうやって上昇トレンドが続いてるってことだから、対局は上昇トレンドだなと。じゃあこの三角持ち合い抜いてきたんだから上じゃないかと思いがちですよね。ただこのようにして、あれと、ここのね三角持ち合いの上抜けはなんと騙しに終わって、そのまま下落していってしまってるじゃないかと。なんだこの凄まじい騙しはと、こん
な騙しをね、事前に察知することはできるのかと、こうやって大口の養分にされることを防ぐことはできるのかと、まあそう思い悩んでるね、マイフレンドたちに今ユーチューブから伝えたいことは、まあさ完全にその養分になること、完全にだから損切りになることをもう 0% にすると、もうそれはまず無理です。絶対に無理。だから上抜けしたときに例えばロングしたね、ここでロングを打ちましたと。でもそれが戻ってきちゃったんだったら、当然ここの三角持ち合いの中にローソク足の実態が戻ってきちゃった時点で、それは損切りしないとダメ、絶対切らないとダメ。まずこれは大前提ですね、うん、でそこからさらに発展して考えていきたいんですけど、さっき、ダブルボトムのところで言ったことを思い出してほしいんですけど、長期足で引ける大事なラインがどこにあるのかを考えないといけないっていう話をしましたね。でこの時に、大事なラインっていうのが引けてないといけないのが、この赤いトレンドラインなんですよ。今、出現しましたよね。でこの赤いトレンドラインって何なのか、これ今、4時間足なんで、これ実は月足で引けるものなんですね。まあ、ユーチェルがチャートに赤いラインを引いてたら、それは月足で引けたものなんですけど、これちょっと月足に行ってみましょうか。で月足こうやって見てみると、こんな感じで、このトレンドラインかなり、レジスタンスサポートはまってるなと。まあ、ここでサポートになってますよね。で、こうやって過去を見てみると、よいしょ。よいしょ。こういう形で、ここから引けるんですよね。こういう形で。で、このトレンドラインをブレイクして、今ワンタッチしに来てるところなわけですよね。でこれは水平線に限らずですね、こういったトレンドラインもやっぱりね、月足とか週足で引けるものっていうのはやっぱり強く反発してくることが非常に多いです。今4時間足に戻ってきました、この赤いトレンドラインの意味が、今ね月足を見たことによって分かりますよね。なのでこの三角持ち合いを上抜いても、このトレンドラインがいるなっていうのが事前に把握できているかどうかなんですよね。そこで慎重にこの三角持ち合いを上抜いただけで、ロングするのではなく、この月足のトレンドラインをぶち抜いてサポート化してきたところでロングを狙っていくとか、まあ、その方がより角度が上がってきますよね。結局この三角持ち合いというのは、まあ4時間足ないしは日足レベルのものなんで、それよりも月足のラインをぶち抜いてくれた後の方がトレードの優位性、角度というのは上がってきますよね。まあ、なので最初のダブルボトムのところでも話したように、この長期足、特に月足とか週足レベルで引けるラインの存在、これを加味した上でのそのトレード計画ですね。これを考えてあげられるようになれば、一番それが自分たちがね、大口の養分になるのを防ぐ、それを助けてくれます。なので月足あるいは週足でラインをまず引いてみるってことを意識してみてください。多分これを見てるマイフレンドたちの中にも、いやぶっちゃけ週足とか、まあ月1回しか見ねえなみたいな人絶対いると思うんですよ、うん、いやユーチェルも週足なんて、正直トレード始めたばっかりの頃なんて、もう週足なんて多分1週間に1回も見てなかったよ。週足の確定なんて全く意識してなかったんで。ただやっぱり月足週足に対する理解度、これによってそのトレードの収益っていうのは大きく変わってくるのでね。で、YouTube がどのようにして、まあ、週足ベースでどうやってラインを引くかっていうのを解説した動画があるので、それは下の説明欄に貼っておきます。はい、そしたら次は、養分が搾取されるチャートパターン3選のうちの、2つ目ですね。全戻し、まあ略して全戻と言ったりしますけども、全戻しに関してね解説していきます。で全戻しっていうのは、例えば今、これポンド円の15本足出してるんですけど、前日のニューヨークタイム、そしてこの日の東京タイムですね、上昇トレンドを形成しているのが分かります。でちょうどここからがロンドンタイムの値動きになるんですけど、今上昇してってますよね。お、なるほど、今日のロンドンは上かと、これはもう締め買いやと思いたくなるんですけど、このような形でですね、見事に全戻しを食らうと。ね、まあこれ全戻しですね。ロンドンで上がっていくかと思いきや、もう全戻しどころか、まあ安値更新しちゃってると。これよくありますよね。で、全戻しの時も当然、損切りはもちろんしなきゃいけないです。損切りしないとかありえないです。ただこの全戻し自体を、事前にね、察知することはできないものかと。で、これに関しては、時間の節目っていうのを意識するといいです。時間の節目っていうのは、例えば一番わかりやすいのは経済指標ですよね。例えばアメリカの雇用統計とか、まあ、その月の第一金曜日の、まあ、9時半もしくは10時半に、発表されるわけなんですけど、そうやって事前に経済指標によって動くって分かってる時なんかは全戻しの可能性を、事前に示唆できますね。例えばそれまで上昇トレンドだったものが、経済指標の結果が出て悪かったら一気に全戻しで下がってくるのは自然に考えられますよね。あとは例えば三大マーケットが開く時間ですね。だからそれが今ちょうど出してる例なんですけど、ここの丸してるこの上昇、これがロンドンの早出勢が出てくる時間なんですよ。今サマータイムに撮影してるんですけど、サマータイムってロンドンタイムは4時から、夕方の4時からなんですけど、その1時間前ですね、1時間前
3時から実はロンドン勢って入ってきてるんですよ。でそのロンドン勢のことをまあ早出勢とかアーリーロンドンって言ったりするんですよね。でこのアーリーロンドンは早出勢はね、とにかく一言で言うとやんちゃなんですよね。もうなんか悪さしたいみたいな感じ。そうで初動をとにかく3時になった瞬間バッて動くんですよね、うん、でおそっちかって思って乗っかると大概ろくなことないんですよ。で、まあ、4時とか5時になって、あの本格的にロンドンタイムに入ってきた時にもう一気にその流れが否定されるというのはこれよくあります。だからこうやってその前戻しになりやすい、まあ、さっき言った、ユーチェルがやったみたいなその時間の節目ですね。だから時間の節目、要するにこれはロンドンのオープンですよね、あるいは早出勢が入ってくる時間、これ分かってるわけなんで、そうなりやすいその時間の節目っていうのを把握しておいてあげてください。で他には何があるんだっていうねツッコミが聞こえてくるんで、もう一つ、例を出しておきますね。はい、これユーロドルの1時間足を出してるんですけど、まあ、このような形で緑のトレンドラインに支えられた上昇トレンドであると、分かりますよね。でこの上昇トレンドラインをなんと割ってきていると、かなり強い下落ですよね。で基本的に FX の前提としてこのように高値をこうやって切り下げてきてますよね。そして安値もこうやって切り下げてきてる。これって下落トレンドじゃないですか。でトレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する、まあこれ有名なダウ理論の言葉ですよね。なので基本的に下落トレンドなのであれば明確なサインが出るまで基本的には下落が続くはずなんですよ。なのでさっきから話してる前戻しですね、前戻、これがこの状態で起きるっていうことがかなりレアであるということなんですね。だからさっきから言ってる通り時間の節目、そういうフローが入ってきやすいところ、フローっていうのはまあ注文ですね、そういう注文の流れが入ってきやすいところっていうのを、そういう時間を把握していくってことなんですね。で今から紹介するのはロンドンフィックス、いわゆるロンフィクフローっていうものになります。まあ、このようにして見事に全毛してきたわけなんですけど、この時のこの値動きですね、これ今1時間足なわけなんですけど、23時から0時にかけてのこの値動きですね、これがロンドンフィックスのフローなんですよ。でこのロンドンフィックスにかけてのフローっていうのはそれまでのトレンド関係ないんですよ。基本的に値決めのために、輸入企業、輸出企業とか、あるいは機関投資家だったりとか、まあそういう実需筋ですね、実需筋、まあ平たく言えばチャートを見ないで取引するような人たちですね。我々個人トレーダーだったり、例えばヘッジファンドみたいないわゆる投機筋、そうやってチャートを見て差益でね、高く売って安く買い戻すとか、安く買って高く売るとか、そうやって差益を狙って稼ごうとしてる人たちじゃない人、それを実需筋というわけなんですけど、その実需の人たちにとってはただ単に決められた時間に決められた仕事をオペレーションとしてその両替をしてるだけなんで、でその両替っていうのが反映されるのがこの FX のチャートなわけですね。だからユーロドルだったら、でユーロをドルに両替するんだったらそれはユーロドルを売るってことだし、あるいは逆にドルをユーロに両替したいんだったらそれはユーロドルの買いなんですよ。そういう FX の両替の取引っていうのをその実需筋が持ってきてるだけなんですよね。だからそれまでのトレンド関係なくなるんですよ。だから前戻しとかが起きやすいっていうのが言えるわけですね。なのでこういった時間の節目で、ちなみにロンドンフィックスというのは、サマータイムは0時、日付が変わる0時です。で、冬時間に関しては午前1時になります。こういった時間の節目、特殊な、値動きが入ってきやすい時間というのを把握しておくことで、この前戻しによる被害、まあ、養分になることを防ぐことが可能ということですね。で、さっきのそのロンドンタイムとかアーリーロンドンとかロンドンフィックスとかね、まあ、よくわかんない人、マイフレンドたち結構多いと思うんで、それに関してね、FX のそういう絶対に覚えておいてほしい用語を解説した動画っていうのがあるので、それを、下の説明に貼っておくので、それをチェックするようにしてください。自分が知らない単語は必ずその動画を見てチェックしておくようにしてください。その動画では100個の、用語を解説しているので、ああこの用語前は聞いたことあるな、なんだっけなみたいな、そういう時に辞書代わりにね、その動画で目次も作ってあるんで、その目次をタップすればすぐにね、例えばロンドンフィックスのとこタップすればロンドンフィックスのところだけ見れるんでね、そういう形で辞書代わりでね使ってもらえればなと思います。はい、そしたら養分が搾取されるチャートパターン、3選のうちの最後の3つ目ですね。でこの最後の3つ目が一番養分を大量生産する、パターンになります。なのでマイフレンズたちは、この形パターンというのを必ず、覚えていてください。まあ、ここまでの動画の内容で自分たちのトレードが少しでもね改善していけるなと思ってくれてるマイフレンズたちはぜひねいいねボタンを押して応援してもらえると嬉しいです。いいねボタンお願いします。で養分が大量生産される条件、これは2つの条件が重なったとき、非常に確率が高くなります。どういう条件か、まず1つ目の条件が三角持ち合いになります。じゃあトレンドライン、引いてみましょう。まず、レジスタンスとなる、ラインこのようにして引きますよね。で次サポートも引いてみます。このようにして引くことができると。で三角持ち合いって何を意味するかって言ったら値動きが収束してるわけですよね。でこれレンジと同じで、要するにこうやって値動きが収束する過程の中でエネルギーが溜まってる状態です。エネルギーが溜まってるっていうのは要するにポジションが溜まってるのと一緒です。
なぜならこうやって値動きの、ね、値動きの幅がこうやってどんどん狭くなっていってるわけじゃないですか。狭くなっていってるのにショートしてる人もロングしてる人も要するに決済しようと思わないわけですよ、うん、だって値動きが狭くなっていってるんだから、仮にちょっと含み損になったところでちょっと待ってればまた戻ってくるわけじゃないですか。ちょっと含み益になったと思ったらまたあれなんかプラマイゼロぐらいになっちゃったっていう、その連続でしょ、このレンジとかこの三角持ち合いっていうのは。なのでみんなが損切りとか利確っていう決済を、の判断がしづらい状況になるんですね。だからみんながポジションを保有したままになりやすいってことです。でそれは何を意味するかっていうと、これ三角持ち合いは当然ですね、例外なくいつか必ず上もしくは、下にブレイクされるわけなんですけど、上にブレイクしたんだったら売ってた人たち、この三角持ち合いの中で売ってた人たちが損切りになるわけですよね。それで上昇するわけですよね。で逆にこの三角持ち合いが下に抜けた時っていうのは、この三角持ち合いの中で買ってた人たちが損切りになるってことですよね。で損切りになる人たちの数が多ければ多いほど、当然チャートはブレイクした後に強く大きく動くわけですね。だから三角持ち合いができた時点で、あこれ大きい値動きが発生する恐れがあるなと。だからこれを例えばじゃあ上にブレイクしたんだとしたら、逆張りで売っていくっていうのは非常に危険だなっていうのを考えることができるわけですね、うん、でこれにもう一つ条件が重なると、めちゃくちゃ養分が大量生産される条件が整います。さあその条件は何か。これ答えはボリンジャーバンドです。ボリンジャーバンド、ちょっとお絵描き消して、でボリンジャーバンドを、表示してみます。でユーチェルは2シグマと、3シグマですね、を、表示するようにしてます。ボリンジャーバンド表示していきます。こういう感じですね、うん、でこうやって見たときに、ボリンジャーバンドがスクイーズしてるのが分かりますよね。こうやってボリンジャーバンドが広がること、これはエクスパンションと言います。エクスパンションっていうのはまあ広がる、拡張という意味ですね。でこれがスクイーズしてきてるの分かりますよね。幅が狭くなっていってますよね。幅が狭くなることをスクイーズって言います。まあ、縮小していってるってことですね。でこれ三角持ち合いと一緒で、ボリンジャーバンドの幅がこうやって狭くなってるね、スクイーズしてるってことは、要するにこれはエネルギーが溜まってるってことなんですよ。さっき三角持ち合いのところで話したポジションが溜まってる、エネルギーが溜まってるのと一緒なんですよ。だからこの三角持ち合いとこのボリンジャーバンドのスクイーズ、これが重なってきてしまうと非常に危険なんですよ、このようにして案の定、大きく情報にブレイクして大きく動きました、うん、こうやって三角持ち合い、そしてボリンジャーバンドのスクイーズ、この2つの条件が重なってその後のブレイクってめちゃくちゃ動くんですよ、うん、でこの時っていうのはもう大損切り祭りなんですね。大損切り祭り、もう大養分祭りですよ。もう養分が養分を呼ぶと。結構マイフレンドたちの中でもこういう局面でめちゃくちゃ上がったからね、大陽線出たから逆張りで売ってこうっていう発想のマイフレンドたちも決して少なくないと思うんですよ。もちろんユーチェルもそんな養分出身でございます。これね、絶対にやっちゃダメなんですよ。やりたくなる気持ちめちゃくちゃわかるんですけど、こんだけ上がったんだったら、こんだけ強く上がったんだから、そりゃ逆張りして OK でしょってなりやすいんですけど、これ一番やっちゃダメなんですよ。この展開の時にこのボリバンのスクイーズからのエクスパンションブレイクで、三角持ち合い収束からのブレイク、この2つが重なった時っていうのはもう絶対に逆張りやっちゃダメなんですよ。でも逆張りやりたくなるんですよ、みんな。だからみんなが逆張りする人ってもう絶対にいなくならないんですよね。しっかり相場と真摯に向き合って、まあ例えばこういう動画とか見て勉強してくれてる、まあマイフレンドたちはどんどん成長していくんで、逆に利益を取る側に回れるわけなんですけど、やっぱり全てがみんなそういうわけにはいかないんですよね。どうしてもやっぱり敗者のお金、敗者が損切りしたお金がね、勝者が利益確定したお金になるんで、もうこの展開になると必ず逆張りする人もう多発するんですよ。でそれで上がり続けるんですよね。結局こうやって目立った押し目つけないでどんどん上がるでしょ。これ何が行われてるかって言ったら、チャートってそのみんなが買っただけだったらこんなに強くって上がれないんですよ。だってみんなが買ったら買う人いなくなるから上がんなくなるんですよ。でも損切りする人がいればいるだけ、新しく入ってきてくれればくれるだけ上がり続けることができるんですね、押し目を作らずに。それはどういうことかというと、要するにこの中でもう定期的にこうやって逆張りの売りを仕掛けてくれる人がいるってことなんですよ。で、チャートが上がり続ければ、それって結局、売った人は損切りしなきゃいけないから、ね、売りの反対注文は買い戻しですよね。だから結局ロング、っていう話になるんで、ね、決済の買い戻しが入るんで、上がるんですよ。なので、マイフレンドたちが覚えておかなきゃいけないのは、ね、このボリバンのスクイーズからエクスパンション、プラスこの三角持ち合いのブレイク、これが重なった時ですね、これ必ず逆張りは絶対にしちゃダメ。むしろもう意地でも順張りをしていく。順張りするかやらない、もうこの2択、順張りかノートレードかね、もう逆張りは絶対にダメです。もうこれを
パターンを覚えて、で絶対に逆張りしないってするだけで、そのコツコツドカンのドカンはもうほぼなくなります、それは。はい、ということで養分が搾取されるチャートパターン、3選ですね、解説していたんですけど、マイフレンドたちが一番印象に残ったパターンですね、それをぜひねコメントに残していてください。まあ、そうすればそれに引っかかってしまう潜在的なねその養分になってしまう人がまあ多いっていうことを意味するわけじゃないですか。まあそういう危険性があるってことでしょ。だから僕もそういう形が出てきた時にこの YouTube だったり、あとは Twitter で注意喚起っていうのを行うことができるので、今日紹介したその3つのパターンの中で一番印象に残った、まあ、自分が引っかかっちゃうかな、引っかかりやすいかなって思うものを、ぜひコメントにね書いて教えてください。まあ、今日解説していったように個人トレーダーが FX で収益をね積み重ねていくためには、まあ、養分にならず当然ですね、大口の視点に立ってそのチャートを捉える、そしてトレードを実践していく必要があるわけですね。で今日話したことっていうのは本当にその大口が養分を搾取する、まあ本当に一例でしかないです。本当にその戦略のごく一部でしかないです。まあその他にも、まあマイフレンドたちに意識してほしいのはやっぱり大口の都合ですね。大口の都合。まあ大口っていうのは僕らと違って個人トレーダーと違って持ってるポジションが利益乗ってるのに、自分が思っているタイミングとは違うタイミングで強制的に決済せざるを得ないタイミングっていうのがいろいろあるんですよ、一年の中で。まあそういう季節性を考慮した、トレードっていうのもすごく大事になってきます。FX の通貨ペアもそれぞれ、何月になったら、上昇しやすいとか下落しやすいっていうのがあるんですね。なのでそういった季節性、大口特有の事情ですね、まあ、そういった、まあ、僕はそれを大口の都合と呼んでるわけなんですけど、それを把握することによってやっぱり自分たちのトレードがより最適化されていきます。まあ、僕は YouTube の中でメンバーシップというコミュニティをやらせてもらってるんですけど、まあ、その中ではこの動画の中で紹介しきれなかったその大口の都合ですね、まあ、そういったものも定期的に配信をさせてもらってます。まあ、僕は実際にどういうトレードを運用させてもらってるのかもその中で公開してますので、まあ、よりね大口について深く学びたいというマイフレンドたちはぜひね下の説明欄にいくら参加してみてください。内容は毎日のメンバー限定の投稿ですね、まあ、Twitter のようなつぶやきの機能があるので、まあ、それとあとは、メンバー限定の動画が週5本ですね配信させてもらってます。料金は月額2990円で、飲み会1回分になってます。今ちょうどこれを収録しているのが、まあ、6月の月初なんですけど、6月にもやっぱりこの大口の季節性っていうのは現れるんですね。まあ、なのでそれを踏まえた上でね自分のトレード戦略を組み立てたいなっていう、マイフレンドたちは、ぜひね今すぐ登録してもらえると、いいかなと思います。まあ、ただもちろんですねそれ 100% は勝てるとかっていうそんな情報とかロジックとか手法っていうのはこの世の中には存在しないんでね、これはでも今日ここまでね動画を見てくれてるマイフレンドたちであればそれはもう絶対理解できてるはずなので、どうしてもねそのメンバーシップはね有料にはなってしまうんですけどね。まあ、ただ、マイフレンドたち全員のことをねYouTube は、もういつも応援してます。はい、まあ、少しでもねマイフレンドたちのそのトレードスキルの向上にね役立つことができていたら、嬉しいです。はい、ということでねこの動画はもうね今深夜の3時半に撮影してるんですけどなので今日ちょっと遅くなっちゃったんでね、もうねエマとか煉獄がねもう早く電気を消して寝たいと懇願してるんでね、もうYouTubeもそろそろ湯船で、まあちょっと湯船、ね、もうお風呂溜めてあるんで、ちょっと名探偵コナンの漫画を読みながらね、体をリラックスさせて、自律神経整えてね、睡眠につきたいなと思います。ということで、マイフレンドたちも良いトレード、また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイ、see you!